森五郎は、日本のホーリネス教会の牧師。中田重春から後継者に指名され、清め教会を受け継ぐ。戦後キリスト小教団を創立する。栃木県宇都宮市大田原に生まれ、栃木県立宇都宮農学校の3年生の時に、同級生の葦重茂常に導かれ、1903年、アーネスト・キルボルンの宇都宮の福音伝道館で、弓道を始めた。そして、 山崎邸治と、車田修二ら伝信技師と共に、キルボルンのバイブルクラスに出席するようになり、キリスト教に入信し、山崎と車田と同じ日に、中田茂春から洗礼を受けた。後に、1906年に、柏木聖書学院に入学する、1907年に、徴兵検査を受け、公衆合格で2年間軍隊生活を行う。復学して、 柏木聖書学院を卒業し、福音師になった。1909年に結婚し、札幌の福音伝道館の主任者になった。二平豊寺という弁護士の家に落ち着いて、後に時計台の前にある日本組合キリスト教会の空き家の教会を300円で購入して、500円で修理して、教会活動を始めた。すると、メソジスト教会。 日本聖公会の信者や長老役員などが集まって来た。その中には板垣聖志郎の兄の板垣三蔵もいた。この事態に札幌の各派の牧師たちは反感を持った。1910年7月に中田重春と渡辺善太が巡回してきた時、各派の牧師たちは中田を YMCA に呼んで、教会裁判のような質問を行った。 中田は、世界は我らの教区であるとエスレイの言葉を引用して反論したが、物別れになってしまった。その後、次第に各教会との関係は回復した。特に、日本キリスト教会の札幌北一条教会の牧師、高倉徳太郎とは良好な関係になった。その後、仙台、名古屋などのホーリネスの教会で牧師をした。 1917年日本ホーリネス協会が設立された時、横浜ホーリネス協会の牧師をしていた。1936年ホーリネス分裂事件の時には中田側に着く。そして中田の重要な側近になる。1939年の中田茂春の死去の直前に中田修信監督の後継者として清め協会の会長に指名される。 中田の死後、会長として、1941年の日本、キリスト教団統合まで、2年間清め教会を指導する。日本キリスト教団に参入する前に、日本自由、キリスト教会と合同した。1940年に上海清め教会の牧師として赴任する。1941年に日本キリスト教団が成立すると、第9部に所属する。 1942年今まで別々に活動してきた日本政教会と清め、教会が合同して大陸教会になった。森が日本人伝道部長に就任し、松村堂男が品人伝道部長になる。その直後、ホーリネス弾圧事件が起きて検挙された。1944年12月の判決に対して上告する。菅も拘置署で、 車田修司と同じ棒に入れられる。特別高等警察の取り調べでヨーロッパから逃れてきたユダヤ人を救助したことを咎められた。1949年、田中啓氏、谷中博美と共にキリスト教大団を設立する。1955年にネリーマ教会を設立する。1958年、 キリスト兄弟団を離脱して清め教会を受け継ぐ団体としてのキリスト小教団を創設して初代主管者になる。娘子の谷中と共にキリスト小教団の発展に貢献する。中田監督のイスラエルの回復のために祈れとのビジョンに従ってイスラエル再建前の1931年から祈り続けてきた。その娘谷中栄は1948年の イスラエル共和国の成就の方を聞き、涙を流して、主、イエスの御名を称えた。山崎和死を、森五郎、日本キリスト教歴史大辞典1408ページ、米田勇、中田茂春伝177から178ページ、中村里氏 P154 神戸市、神戸の本棚第22号聖書に約束された、イスラエル。ありがとうございます。